太平山とは、秋田県中央部、秋田市と上小兄村とにまたがる山である。太平山地の主峰、標高1170メートル。太平山を中心として、太平山形立自然公園に指定されている。秋田市内の各地から望むことができるため、市のシンボルの一つとして、校歌などに歌われることも多い。秋田市中央部に近い側から、前岳、中岳、 鶴ヶ岳、鶴木岳、宝蔵岳、弟子会議岳、太平山、旭日岳など多数の山頂が連なる。右の写真で左側にある小さなピークが前岳、中央右の最大に見えるピークが中岳で、その右のピークが鶴ヶ岳である。最高峰の太平山山頂は距離の関係から低く見えており、中岳と鶴ヶ岳の間の暗部でわずかに山頂部が顔を。 覗かせている。奥岳には太平山、三吉神社の奥の宮が設置されている。また奥宮参道所があったが、2008年9月22日に火災のため消失した。この時、奥の宮の被害はなかった。参道所は再建工事が終わり2009年9月1日より利用可能となっている。中岳には避難小屋がある。以前は前岳にも山小屋があったが、 消失した。またいくつかの登山道の中原には、女人道があり、太平山もかつては、多くの山と同じように、女人近世であったことを伺わせる。秋田市内から気軽に行ける山で、路線バスでかなり近くまで近づけ、ハイキングコースとしても人気のある山である。三名の由来は、太平の後輩に位置することからである。太平は、大井だら虹を当てたもので、由来は、 大江兵、狼平など、多数語られているが、一説によると、アイヌ語で、山のふもとの動揺する地の意図も言う。どのルートも1日あれば登頂できる、トレッキングルートで、分岐も少なく迷いにくい山であるが、年間を通して、熊が出没し、またところどころに急斜面があり、山菜取りなどで滑落もしくは遭難する、可能性が皆無ではないので注意が必要である。 太平山の山頂周囲は太平山形立自然公園に指定されており、秋田市最高点の白子森も園内にある。以前は登山者現象のため登山道が荒廃し、登頂が困難な山になっていたが、近年整備され、現在は登頂可能となっている。山小屋、避難小屋等はない。秋田市方の山六一基に太平山リゾート公園があり、様々な施設が存在する。 主なものとしては、ドーム型室内プールと、日帰り温泉施設のクアドーム座、ブーミや、太平山スキー場をオーパス、温浴、宿泊施設として、森林学習館キコリの宿等がある。他にも秋田市植物園やトレーラーハウス、オートキャンプ場があり、いずれも市街地から近くバスで行くことができる。ありがとうございます。